眩しいな。よいしょ。こんばんは。めっちゃ今日なんか照明が強いな。こんばんは。黒猫武蔵さん、マサルさん、アローさん、マーサさん、ハルさん、ホジピーさん、テタンヌさん、どこまで読んだか分かんなくなっちゃった。テタンヌさん、ミナコンさん、ブラボーさん、三分のひろきさん、岩岡敏江さん、白ごはんさん、あきらさん、ひぞうくちてつおさん、皆さんこんばんは。そう、終わった途端に始まりました。もうスーのやつ配信を今パソコンで見てて、終わった瞬間にツイートして開きました。こんばんは皆さん。そう、私ね、あのね、喋るの大好きだから、もうね、あの今日だから、あのニキさんのニキちゃんの生配信を見た後にスーの生配信を見て今なんですよ。もう人の配信見てばっかだったから、私も早く喋りたくなっちゃって、早く喋りたくて喋りたくてしょうがなくてさ、もう早くやりたかった。今日は小声で配信しなくて大丈夫。そう、今日は金曜日の夜だから大丈夫です。金曜日の夜だからあんまり関係ないか。そう、あの明日朝早い人誰もいないから多分怒られないと思います。本当もうね、いっぱい話したいことあるから。そう、もうね、スーの配信めっちゃ楽しかった。ちょっとさ、順番に話していくね。私本当話すこと忘れるって思ったから、あの書いたんですよ、わざわざ話したいこと。めっちゃいっぱいある話したいこと、もうね全部書いたの。今日は誰が怒鳴り込んでくるのか楽しみで、今日は誰も怒鳴り込んでこないです。配信めっちゃ面白かったよね、スーのやつ。でも私はその前にあのニキさんのやつを見てたんですよ。ちょっと時系列順に話さないと忘れていっちゃうから。そう、スーミンの配信で結構ディスられてたねって。そうそうそうなんですよ。ちょっと後で文句言うね。そう、最初ね、そう、あのニキさんのクラファンのねやつを見てたんですよ。で、私あれご飯食べて途中からしか見れなくて、そう、途中からしか見れなくて、あの気づいたらあのゆりゆりさんがもしもし仮面をやってました。始まってね10分ぐらい経ってから見始めたんですけど、そう、ゆりゆりさんがもしもし仮面をやってて可愛かったですっていう話。本日のスペシャルゲストはいないです。あのスペシャルゲストじゃないんで。どのコース申し込んだんだ。いや本当私申し込みそうになったもん。本当にあの画面まで行ったもん、申し込む画面まで。でもさすがに申し込んだらダメだしバレるなと思って。そう、私があの青柳夢って名前で申し込んだらさすがにさ社長にバレるじゃん。それはちょっとやばいなって。そう、あのね、そうメモったんです今日話すこと多くて。そうそう、もしカメならまだ最初、あ、まだ最初なんだ。え、なんかめっちゃ花火出てる。え、めっちゃ花火出てる。これってなん、これってさあれだよね、なんかあれだよね、レベルアップしましたよみたいなやつだよね。ありがとうございます、パン。そうそう、ゆりゆりさんはあれは、うーん、成功です。あれは成功です。私、うん、可愛いから成功。あれは可愛いから成功です。はい、成功ですよ。ちょっと明るすぎ。あれは成功です。誰が何と言うか成功です。そう、あ、そう、あと今日ね、そう、あのカジーさんに私たちお会いしてたんですよ、午前中に。カジーさんがずっとマジックやってて、そう、あの今日ジムでお会いしたんですよ、カジーさんに。そしたらなんかトランプ持ってさ、あの運動してるから、どういうことって思って、なんでトランプ持って運動してるんだろうって思ったら、あのトレーニングしながらトランプの練習してました、カジーさん。そう甘いなとか言われちゃった。やばい、さっきからずっとさ黙ってエアコン効いた部屋で配信見てたから声がガラガラ、いつもより声が可愛くない。ゆみみ可愛いよ、変な定型文とか言わないで、変じゃないから、事実だから、それ事実書いてるだけだから。そうそうそう、こぎながらトランプしてたの、カジさん面白かった。そうそう、しかもあのジムの足立先生が、あの、なんかトランプ、なんかでマジック上手いらしくて。めっちゃ教えてもらってた。そうそう、なんか、そうで、なんか最後に、ちょっと協力して、みたいな言われて、私たちもあのマジックを、あの、アユピーが代表で、マジックをね、カジさんから、あの、チーコさんがやってもらってたやつをやってたんですよ。え、その時は成功してたんです。そう、アユピーがやってもらった時成功してたんですよ、あの時。そう、だから、で、もうすごい、それは絶対もう成功しますよって言って。
なんか神様なんかいける気がするって言いながら帰ってったんだけどねっていう。まあでもね、神様可愛かったからあれは成功です。あれは可愛かったから成功。そう、可愛いきゃ何でも OK。 うんそうそうっていう話もうね書いてっから全部話したいこと全部書いてっから。そうそう、でも全然ね分かんなかったの、そのカジさんがやってた時私横で見てたんだけど何も分かんなかった、全然どうなってるのか分かんなくて、すごい普通にすごかった。優しいから成功したように見せかけて、いやそんなことない、そんなことない、本当最後あなたが選んだトランプはこれですねっつって、ああそれですみたいになったもん。そうでもなんかみんなあれだって一夜漬けなんでしょ。そう私一番びっくりしたのがさ、あのニーナさんが衣装考えてたの一夜で、めっちゃすごくないそれ、めっちゃすごくない一夜だよ一夜。えしかもなんかあの感じで言ったらこの後さ本当に衣装になりそうじゃないですか、知らんけど。あそうさっきあのスーとアズちゃんの配信であのね、あのとりあえず知らんけどって言っときゃいいって言ってたから知らんけど知らんけど、なんかあの感じだったら全員分あってあれそのまま衣装になる感じしませんでした、すごいと思って。えニーナさん徹夜してたの、すごいそう知らんけど知らんけど。あナベさんハート投げてくださってありがとうございます。そうそう、なんかあのね私もねあの恥ずかしいんだけどさ、あの自分がただのアイドルオタクだった時にあのこのアイドルにこの服着てほしいなって自分で勝手にデザインしてた時期があってなんかねあの小学校の時私ファッションデザイナーになりたかった時期があって、でなんかねそう勝手に衣装を妄想するのが、ね、趣味だったのよ一時期勝手に衣装作ってたの昔。そうだからいつかね、でもあのあずちゃんがいるから当分ないけど、いつか私も衣装のデザインをやってみたいなとかちょっと思ってたり、ちょっと、うん、ちょっとだけ思ってたりするんですけどハード投げたよ知らんけどってありがとうございます。そう、あだるまさんもありがとうございます、よっちゃんさんめっちゃありがとうございます。そうそうそう、ファッションデザイナーになりたかったの小学生の時一時期ね。でなんか私プリティリズムっていうアニメが大好きだったんですけど、そのプリティリズムの衣装コンテストみたいな、ドレスコンテストみたいなやつに出したもん出してなんか参加賞もらった記憶がある。あの衣装デザインデザインコンテストみたいなハガキ出してプリティリズムのそうどんどん、そう最近で、ね、気づいたの、そう好きなものは好きって言ってりゃそのうちねあの何かにつながるって最近気づいたから、恥ずかしがってないで言った方がいいんだなって。そう私デザインしたいですって見てますかってそうそう、あのねあのだから私のスマホのメモにめっちゃねあの衣装がね、そう昔私が推しメンに来てほしかった衣装たちがいっぱい溜まってるんですけど、でも私あのすごい王道可愛いアイドルさんばっかり推してたからちょっとアップガンの衣装にはできないそうそう発数調整であれは投げたそういうのあるよね、ちょっとポイントの余ってるから投げようみたいなありがとうございます。そう将来の夢はデザイナーの引きこもりいやそうちょっと飛ぶんだけどさ、さっきの誕生日配信で、あずちゃんとあのスーミンが一人ずつあの新メンバー一人ずつどこがやばいか話してるところで、あのゆっかとあずちゃんがガチの引きこもりでやばいって話してたんですけど、めっちゃわかる、私もそうなのなんかその家から50メートルのコンビニに行くのに3時間かかるって話してて、いや本当そうなのよ、多分あそこ二人はゲームしててそうなるんですよ、私本読んでてそうなるの、だから本かゲームかの違いで一緒なんよ私も あのぐらいの引きこもりなの、だからやばいなって私でもそれがその話がゆっかできたからさ、私それ以外にもやばいって思われてるとこあるんだと思ってそうそう、メンバー生誕屋でいけるかも、王道アイドル、でも私のね考える衣装何も考えてないからさ、すっごい多分金かかると思うすっごいレースをふんだんに使ってるからめちゃめちゃ金かかると思うよ、私の考えた衣装を実現しようと思ったら好きって言葉は最高さって懐かしいよそれ、何の曲だっけ、てん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  AKB でねメロディーが出てくるのにタイトルが出てこないやつ、なんだっけ忘れちゃったそうそう、借りてつけとけば大丈夫じゃないって確かになんか極論そういうとこあるよね
そうそう、関根さんにその衣装案を見せて実現させちゃう。でも可愛いからな。なんかちゃんと考えるんだったら最初からメンバー一人一人のこと考えてね、あのデザインしたいです。ゆめみプロデュースイベント、あ、それ絶対やりたい。私もだって絶対全員ツインテールだもん、そしたら。そうそう、本読むのは引きこもりとは思えない。え、本当本当、ゲームも本も変わんないと思うんだけど私。あ、そう、オーグダイヤモンド、それ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 。今ね、頭の中言い訳メイビーだった。そうそう、布団にくるまって一日中過ごせるね。うん、一日中どころか、もう一年中いける。何年でもいける。3年ぐらい引きこもっても多分大丈夫。そう、オーグダイヤモンド懐かしい、めっちゃめっちゃ好き。そうそう、生地が少ない衣装がいいな。でもなんか私結構ヒラヒラしてるの好きなんですよ。そう、ヒラヒラしてる衣装が、結構私服とか見ててね、思うかも人いるかもしれないけど、私ね、ヒラヒラなものが好きなの。なんかケープとかさ、そう、なんかリボンとか、なんかヒラヒラってこう何、回った時とかにこうふわってついてくるものが好きなの。私がデザインしたらめっちゃ動きにくいと思う。コメントもね、近づかないでって。でも近づかないとやめないんだもん。全員ツインテール、全員ツインテールは絶対にやります。もう近いうちに実現させます。でも私が一番誕生日遠いんですよ今んとこ。うん、ちょっと悲しいな。そうそう、ニキさんの話です。そう、あ、そうで、そう、その後私ね、あのほうちゃんさんのね、ウータンのモノマネがマジで可愛すぎて頭抱えたよね。頭抱えたよね、可愛くてびっくりした。私あのなんか筋トレだかマッサージだかなんかをしながらあの見てたんですよ。やめたもんね、だって。そう、確かね、そう、筋トレしてた、あ、違う、柔軟してた、めっちゃマッサージしてたんだけど、あのやめました。マッサージをやめてガン見してた。そう、1曲目でめっちゃ絡まってそうです。ほんとそう、ほんと多分めっちゃ動きづらい衣装をデザインして怒られそう。ツインテにさせるなら包みの髪伸ばさないと。あ、でもあの何、ウィッグとかエクステでもいいよっていう、なんならあの長さでこうチョンってやってもいいよって。あの長さでチョンってハーフツインするのも逆に面白いかなみたいなとこある。さすがロリコンとか言わないで、否定できないからさ。マジであのほうちゃんさんのウータン、いや私ウータンってどんな喋り方してたかもう覚えてなくて、どんなだったっけなって思ったんだけど、ほうちゃんさんのモノマネ見て聞いてね、思い出したよ。あんなだったなって。めっちゃ可愛かった。あの、私には絶対にできないタイプのモノマネ。私もモノマネとか変顔とかできないタイプなんですけど。いやー、でもあれは本当に可愛い。あれは可愛い。本当に可愛い。いや、もう本当に可愛いしか言葉が出てこなくて。この感情をどこにぶつけたらいいっていう感じでしたね。だからその時に私もクラファン支援しようかと思って、その支援のページまで行きました。あの時に私は支援のページまで行きました。あれは正解、え、正解正解正解ってか、普通にもともと似てる。うん、そう思い出した、あんなだった。そう、そもそもウータンがあんな感じ。そうなんですよ。でね、そう、あ、待って、あのクラファンの話そこで終わってるわ。私のメモそこで終わってるな。もう多分ね、ほうちゃんさんが可愛すぎてね、メモに書くの忘れてんの、もうすっ飛んでんの、この先何もないの。そうで、その後確かちいこさんがあのドミノ並べてる時になんか確かあの 100% 行ったんですよね。びっくりした、すごかったあの瞬間ね。そう、 100% 行ったんだけど、メンバーの方はあのちいこさんを応援するのに必死で気づいてないっていうね。コメント欄だけが盛り上がってるのを見てて面白かった。そう支援ね、ほんとするとこだって危なかった。さすがにあの名前でさバレるやん。名前でバレるやんと思ってあの踏みとどまりました。偉いでしょ。そう推しが可愛すぎて全部飛ぶやつ、ほんとそれ、ほんとそれ。え、そう、なんかそのめっちゃお得じゃん。だって普通に CD ついてくるだけじゃなくて、なんかいろいろついてくる、 DVD もついてくる、バーカーもついてくるみたいな、そんなお得なことあるってことあるじゃないですか。買うなら私写真集コースがよかった。買うなら写真集がよかったとか言って。そう、支援しちゃったのかと思って、いや支援はさすがにねしない、弟の名前でやるバレるやん。
弟の名前でやってもバレると思うな私。うん。名前になったら最初の方に記載され、あ確かに名前順だったらね、めっちゃ最初だね。めっちゃ最初。ほうちゃんさんからの手紙欲しい。素直に欲しい、めっちゃ欲しい。だからそうマジで支援しようかと思った、本当に本当に支援しようかと思ったっていうのがあのクラファンの感想でございます。写真集コース未だに迷ってます。絶対買うべきだよ絶対。まあ私も見てないんだけどね。私も別に見てない。そうでもなんか頼んだら見せてくれる気がする。こういうのいいよね。特権、こちら側にいる人間の特権ですよね。えへ。いやーそう写真集コース絶対いいよね。私も絶対欲しい。アップがのやばい紫なら大丈夫なのに。いやーダメでしょさすがにね。あのね思いとどまりました。支援の画面まで行って思いとどまった。青柳より早い出席番号いたことある。青木とか相沢とか愛なんとかさんが私より早い。だからあの1番か2番です。いつもあの3番にはなったことないの。いつも2番。1番た、あのたまにでも結構2番です。愛なんとかさんとか青木さんとかが1番にいて大体2番って感じ。内部オタ特権ずるい。なんかめっちゃさ声がさっきからガッサンガッサンなの。でももうどうしようもないんだよね。ほうちゃんさんがクラファンで夢見に手紙を書くことになったらどんな反応するのか気になる。いや普通にドン引きでしょ。そう私ほんと最近これ後で話そうと思ったんだけど最近の真剣の悩みがそれなのよ。あのねあのオタク、そうさっきあずちゃんも言ってたんだけどあのオタクなのよ。マジ真剣な悩み、本当に私は真剣なのよ。あのオタクとしてしか何オタクとしての接し方しか知らないからさ一生打ち解けないんだよね。そう社長に夢見に見せるだけ課金させるように言っておかないと。私課金、何課金キャラなの私。そうそうそうなのよっていう話があのニキさんのクラファンの話で、そうでその後私はスーの誕生日配信をそのまま見に行くっていうね。そうスーにも今日会ったんですよ。今日会って私も今日タンプレ渡したんですよ。だからあのスーあの全員分開封動画撮るって言ってたから私のあげたやつも開封動画撮ってくれるかもしれない。なんなら私と瞬間もなんか動画撮ってたもん。新メンバーすぐ動画撮りがち、すぐ自撮り撮りがちです。すぐ自撮り送ってくる。そうそう最初の YouTube のお披露目配信がやばかった。マジで私やばかったですか。もうあの時からバレてたんだ。生誕時期はどって分かんない分かんない。そう私誕生日さ一番遅いから多分さ生誕のやり方を最後まで知らないんだよね。何あげたの。それはあのスーの多分なんかスーがあげるでしょう。インスタかツイッターかなんかにアップすると思うのでお楽しみ。でもめっちゃ私もうね何も決めないでお店入ったんですよ。何買うか決めないでお店入って見つけた瞬間あこれスーにあげようって決めたの。即決即決、あの直感でビビッときました。あ私がスーとチェキを撮ったかって、それは撮ってない。で写真は撮った、普通にツーショットも撮ったし、あのスー単体も撮った。単体も撮るんだよね。そうそうあそうだ、あとさマジでさあのスーとアスちゃんが二人してさあのしれっと漢字とかカタカナとか読み間違えるのがもうたびたびあってさめっちゃ面白くて。マジであの最初にね、そう私これ書いてんの、あのね端末を粉末って読んだのよスーが。めっちゃ面白くてもう声出して笑ったよね。そう内部音ずるいって言われちゃった。そうプレゼント、あでも私優柔不断な時となんかね極端なのよ。優柔不断な時は一生迷ってるし決めたらすぐなの。結構極端、割となんか全部極端、物事においてそう過激派だから、あの人生過激派なのよ。人生過激派だからねそう極端なの、人生極端。
そう、マジでおもろくなかったですか、あのスーのさ、タンバスとフンバスとか、なんだっけ、あのあとね、あ、そう、ブリザーブドフラワーも読めなかったの、スーめっちゃ可愛くていや粉末ってと思ってその文脈で粉末はやべえだろと思ってマジで面白かった他にもあったよ、なんかめっちゃあったし、メモってるもん、あ、でも、あ、でも他にはもうメモってなかった、他でも他にもいっぱいあった他にもいっぱいそういう系の間違いがあってマジで面白かった今日のスーちゃん配信でいろいろ分かった、そう、あれが結構ね素ですよ、スーのもうずっとあんな感じマジで面白い本当に、私だってあのここで配信の、自分の配信の準備しながらパソコンでね見てたんですけど、もうマジで笑いが止まらないの一人なのに一人でずっと笑ってんのよ。そう、しかもさ、もうだから書いてあるの順番に読むね。そう、あのあずちゃんのサプライズはマジで知らなくて、誰も知らなくて、なんかびっくりしたんだけど、あのあずちゃんがさ、なんかあの金のモール最後まで首に巻いとったやん、あのマフラーみたいに、あれ絶対巻くもんじゃないのよ、あれ絶対さ壁とかに飾るさモールなのよ、なんで首に巻いとると思ってめっちゃ面白くって、しかもなんか普通になんか初めからこれは巻くもんですみたいな顔して巻いてさ、で数にもなんか巻いてみたいな言ってるからさ、めっちゃ面白くってそうそう、あ、そうそう、スミレ色を着て現れた。そう、でもそう、スミレ色っていうか紫 の、 あの担当してるのは私なんだよね、なんかごめんなさいっていう気持ち。そうだからメンバーからくじ引きで決めた時、私紫引いた時ちょっとスーに申し訳なかったもん、ごめんって思っただってスミレって名前なのにね、ごめんって思ってなんなら私も青柳なのに紫ってね結構アメコメで、そう、ほうちゃんさんの学習サポート夢見お願いします。でも私ね、別に頭良くないのよ。そう、なんか本読んでるから頭いいと思われがちなんだけど、別に勉強はできないんだよね、なんか暗記ができない、だから漢字書けないの私だから勉強はね、あゆぴにお任せって感じ。私はね、勉強はできないんですよ。本読んでても頭がいいとは限らないですそう、本読んでてイコール頭いいじゃないんですよね、これもうずっと言ってる私。あのね、別に頭良くないの、数学とかマジやばいだから私、あの何、模試あるじゃないですか、高校生の時とか模試やるじゃないですか。私センター試験の模試で国語は100点なんですよ。国語満点で英語と数学がマジもうあの10点20点みたいな、だから何、グラフなんていうの、ああいうこういうグラフあるじゃないですか、 円グラフ違うな、なんていうのあれこうなんか蜘蛛の巣みたいになってるグラフ、あれがだから国語だけ飛び抜けてて、あと2つ最悪みたいなそうそう、読めるけど書けない、そう、読めるけど書けないの、そう、そうなのよあんな感じで関根さんにペースを握られてしまうって、そうそうマジで面白く、ずっと笑ってた。そう、アイビは勉強、私は雑学って、ほんとそうなのよ。アイビはシンプルに頭いい、シンプルに頭いい。私だって偏差値で言ったら多分50ぐらいだもん偏差値は50いくかなぐらい。別にそう、国語でなんとかあのごまかしてるけど、実は頭悪いみたいなだから学力テストちょっと怖いんだよね。あの国語は絶対誰にも負けない自信あるけど、そう、国語だけは絶対、私だってあのセンター試験あの模試受けててずっと満点だったから、国語はね大丈夫国語は大丈夫なんですけど、残りがやばいあれレーダーチャートっていうんだ、知らなかったわ聞いても別に分かんなかったわ。デジタルで文章書くことがほとんどなので漢字書けない。そうそうそう、そういうこと、そういうこと、そういうことその私小学校の時から漢字めっちゃ苦手で、なんか漢字の50問テストとかできなすぎて、なんか夏休み中追試行ったりとかしてたんですけど、私もその時から言ってましたね、あの本読んでるからさ、無駄に知識はあるのよ。だから私が大人になる頃にはインターネットが主流になってて、あの字なんてもう書かないから大丈夫、漢字なんて分かんなくて大丈夫って小学生の時から言ってた本当にそうなったよね。本当に今何でもパソコンでできる時代になったから、私の予想は正しかったまあでも漢字書けた方がいいんですけどね。そう、書けた方がいいんですけどそう、ゆめみ可愛いから大丈夫って、あら古文ね、私ね、あのあれなのよ、あの単語あんまり覚えれないから、あの何、選択肢で
内容を予測する。選択肢となんとなく分かる単語をつなぎ合わせて内容を予測して解いて、だいたい3分の2ぐらい合ってるみたいな。逆にすごくない？別にだから古文の勉強してるからできるわけじゃなくて、あの問題、設問とかあと選択肢とか、あのなんとなく分かる単語で予測して、なんとなくこういう話なんだろうなって予測して問題解くんですよ。そうするとだいたい3分の2ぐらい合ってるの。そう、ここだけならねできるの私。そう、汗かきでしょ、小学校の時から言ったの。どうせね、私が大人になる頃にはいらないから漢字なんて書かないからっつって言ってたの。本当にそうなった。漢字できないのにここが解け、あのね、センター試験だけなのに記述になったらできないの私、漢字書けないから。あのね、センター試験ってあれなのよ。あ、もうセンター試験ないのか、私たちで終わりか。センター試験、センター試験あの全部マークなんですよ。あの何書かないの、だから自分で書かないの、選択肢なの全部。だから漢字の問題もこの漢字と同じ、何同じ読み方をする漢字を選びなさい、次から選びなさいみたいな。だから読めりゃなんとかなるみたいな。そう、読めりゃなんとかなるみたいな問題しか出ないのよ、選択試験って。だから満点取れんの。そう、読めれば開くまで書けるから問題ないの、そういうこと。クイズ強そう。そうかな、だってもう変な雑学いっぱい知ってるよ。スー、今頃ケーキでお腹いっぱいだろうな、ほんと真面目だよねって。いや、ほんとそう、スーは本当に真面目、すごいと思う、普通に尊敬してる。マークシートの流れを読むのは得意。あ、わかる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 よ。そう、海に君読んで正解を導き出してる、そういうこと、そういうこと。単語はね覚えたくなくて、なんか高校の時古文の先生が毎週毎週単語テストやる先生、なんだっけ、もう忘れちゃう、もう忘れてんだよね。そう、結局もう忘れてるんだけど、なんか表を丸暗記した記憶があるの、なんかの表を。何だったんだろうあれ。何の表だったんだろうなあれ。なんか表を全部丸暗記して、なんかひたすらなんか接続詞みたいな意味のない単語の羅列を全部、なんかこんぐらいの結構大きい表を全部丸暗記させられた記憶があるんだけど、何の表だったか覚えてないから意味なかったね。あ、活用、それかも。あ、それだ、助動詞の活用だ、そうだそれだそれだ、助動詞の活用を全部覚えさせられて、ああもう死ぬかと思ったね。マークシートが良かった、全部正解に見えちゃう、全部正解に見えちゃう。え、なんかマークシートだんだんなんか前なんか毎日やってるとなんとなく分かってくるんだよね。なんか私大学別にあのセンター試験の前に AO で受かってたからセンター試験受けなくてよかったんですけど、なんかあの受かる AO 試験受かると思ってなかったからセンター試験申し込んじゃってて、だからセンター試験までは一応勉強してたんですよ。だから毎日過去問解いてたんですよ。なんかね、毎日やってると分かってくるの、なんとなく。そう、同じ番号が続くと不安になるやつ、分かる。あと私迷った時は2番にしてた。迷った時2にしてた、なんでか分かんないけど。そう、活用、あ、そうそう、ありよりはべりまそかりとかやった、めちゃ懐かしい。そう、なんか助動詞の活用表がめちゃめちゃいっぱいあるんですよ、もうほんとすごいの、すごい量なので、全部覚えるみたいな、未然連用終始連帯みたいな。懐かしい。なんだっけ、未然連用終始連帯仮定、最後忘れちゃった、あ、以前みたいなのもあったな、なんだっけ、忘れちゃった。AO だったら1年前リラックスしていたので、まあでも一応何あの勉強はしてた、そうだからセンター試験の勉強はしてたけど、まあもうまあでも大学が決まってるからね。そうで、なんかその試験の成績が良かったら特待生になれるよみたいな、まあでも別にそんなに狙ってなかったから、まあ一応受けとこうみたいな。一応受けとこうみたいなノリで受けて。そう、昔の人がフィーリングで書いた文章を体系化すること自体に無理がありますよねって、そういうこと、そういうこと。そういうこと。ツインテールの2かなって、あ、そうでも私結構2がねラッキーナンバーなんですよ。生まれた時の体重 2222g なんです。2ラッキーランマーなんですよ。出席番号も2ばっかだったし、そうだから2好きなの、ツインテールの2だねって言われて確かにって思った今。だからツインテール好きなのかな。そう、これからあの皆さん2ですよ、2。古文嫌いでしたが先生が綺麗で授業は楽しみでした。古文の先生ね、なんかすごい変な先生だった。なんか国語の先生って変な人多くないですか、偏見かな。元気の時センターで古文0点。古文0点、
すごい。まあでもね、でもマークシートだから逆に0点で難しくない？何も書かなかったってこと？そう、あ、そう、ちっちゃい赤ちゃんだったんですよ私。 2222g しかなくて、すごくない？ゾロ目ですよ。そう、2になんか縁があるみたいだからね。そう、ツインテール好きって私気づいたの最近なんですよ。割と無意識で大事な日に毎日なんか 大事な時に限ってツインテールをしてることに割と中学終わりぐらいに気づきました。入学式卒業式みたいな発表会みたいな大事な日いつもツインテールなんですよ。無意識なんです。そう、すすきマンゴーは大体最後でした。刺してって、それあの鍋さんの名前にかまつわってるってこと？そしたらなんかもう差しつくけどね。先生が見てたら悲しむぞって。大丈夫、絶対見てないから。絶対見てないから大丈夫。そう、社会が変人をイメージ、あー確かに確かに、社会の、あの世界史だったんですけど私、日本史か世界史か選べるやつ世界史だったんですけど、世界史の先生ねめっちゃ変だった、本当に変だった。変だけど面白かった。なんか昔の世界不思議発見のビデオをめっちゃ見せてくるんですよ。昔の世界不思議発見、あの今も出てらっしゃると思うんだけど、あの野々村真さんとか、あと黒柳徹子さん、すごい若い時の黒柳徹子さんとかがめっちゃあの問題をね問題に答えてる映像を毎週のように見てて、だから私桃色歌合戦で野々村真さんにお会いしたんですよ。あ、不思議発見の人だって思いました。そう、高校の先生は私学だったせいか割とみんな、そう、なんか私も私立だったんですけど、結構高校の先生ってやばいの多くないですか？私の高校2年生の時の担任の先生国語だったんですけど、やばすぎて、あの私たちが高校3年生になる時にあのクビになりました。クビって言わなかったけど、クビって言わないでやめてったけど、多分あれはクビだった。そう、これ言ってたか、3本目結ぶと体調崩すとか。そうなのかな。もうそれは呪いやん。本題に戻す、あ、そうだそうだ、私スーの話、配信の話してたの、本当に脱線するね、ダメだね。そうそう、関根さんへの質問全く思いつかなかった、新聞の皆様もっと興味持って、いやでもねそれね、本当ね、なんかさっき、そうだからあずちゃんも言ってたけど、あの普通に一緒にいるから別に聞こうと思えば聞けんのよ、気になったことはね、何でもね割と聞けるのよ。でも私が何、なんか私その質問されたことないんだけど、私がされたら多分ねめっちゃ聞くよ、めっちゃ聞くっていうか生い立ち全部聞くと思う私。え、聞いていいなら全部聞きたいよ。私はさ、あのこの間まで一般人だったからさ、小学生の頃からあのアイドルやってる人の人生をちゃんと一から全部聞いてみたい。だからなんかもうどこで生まれましたかみたいな、親どんな人ですかとか、そこから聞くと思う多分。なんか違う、何、違う世界すぎてもう一から全部聞いてみたいですね。そう、そう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 、あのね、そう、世界不思議発見の自分たちが今あの勉強している範囲のところを見て、でそのなんかクイズみたいなのが番組の一本にこう4回ぐらいあるじゃないですか。あのでそのクイズが何問かテストに出るんですよ。そうそう、対談楽しみだなって。え、そう、私マジでインタビュアーになりたいもんだって。普通になんか聞きたいことあるって言われたらマジインタビュアーになっちゃうから。ちょっと今からあと2時間じゃあ聞いていいっすかみたいな。台本作ってくるんでみたいになるから、そう、だから逆にパッて言われたら分かんないかも。そうあ、そう、スーパーひとしくんめっちゃ懐かしい。いや懐かしいってか、そう、私が見てたのは高校の時なんだけどね、高校の時めっちゃ見てた。面白いよね、あのなんか何ちょっとあの芝居が入ってさ、芝居パートが入ってさ、面白いの。昔の、今もなのかな、でもだから私だから逆に昔の世界不思議発見知ってるけど今の知らないんだよね。そう、一日のスケジュールインタビューで埋まっちゃうから。そうなんだよ。そうで、そうちょっと進みますね、進むわ。あ、そう、私さ、そのさっきさ、あのスーとさ関根さん、あ、じゃあまた関根さんって言ってた、あずちゃんがさ
あの日本語下手くそで面白かったって話なんだけどさ、なんかソーシャルディスタンス保たなきゃみたいに言ってたんですよ。コメントで多分ソーシャルディスタンスって誰かが言って、あそうだソーシャルディスタンス保たなきゃって言った時、なんかソーシャルソーシャルって言ってたんですよめっちゃ面白くない？ソーシャルはさ違うじゃん、せめてディスタンスやんと思っていやディスタンスやんと思って、なんかソーシャルソーシャルって言いながら距離取ってたのめっちゃ面白くて一人つも、でもそこ誰も突っ込まなかったからさマジで面白くってソーシャルソーシャルって言いながら距離取ってんのめっちゃ面白い、そうそう社会性社会性って言いながら距離取ってんのめっちゃ面白くないディスタンスディスタンスならわかるよソーシャルソーシャルって言ってるんだもん、めっちゃおもろかったけど誰も突っ込まなかったの一人で笑ってたハッスルハッスルのノリそういうことだったのかなそうそう、ちょっと今ねソーシャル保っていきましょうとか言い始めて何言ってんだろうなとか思ってっていうのが書いてあったそうそう、ソーシャルに距離って1ミリも入ってないのよいやー面白いなって、それに全然気づかない2人が本当に面白いなと思ってツッコミコメントしてらよかったのに、え、そうそれさ、そうショールームだったら私絶対コメントしてたんだけど、 YouTube ってほら自分のアカウント本当に個人のアカウントじゃないですか。そうだから、そうこれね話してたのよ、この間この間っていうか今日なんだけど、そうコメントしたいって話してたんだけど、めっちゃ普通に個人的に使ってるアカウントだから、それでコメントしたらちょっとまずくないっていう話になって、だからコメントはね控えましたその代わりにツイッターでめっちゃ実況してた。本当はだからツイッターってあんまりうるさくしすぎるとちょっとダメかなって思って控えめに実況してたんだけど、本当はもっとめっちゃ実況ツイートしたかったね。コメント欄で本当はコメント欄にめっちゃ書き込みたかったのを頑張って我慢したそうあゆぴなんか実況配信してて、あー頭いいなって思ったあゆぴの実況配信もちょっと見たんですよ。最初の方ちょっと見たんだけど、こっちで配信見てこっちで実況配信見てたら、なんかあの音声がごっちゃになって聞き取れなくなったからやめましたそう偉いでしょ、実況ツイート楽しかったですめっちゃ私も楽しかっためっちゃ楽しかった、そうだからツイッターだったの、そういうことめっちゃ楽しかったですっていう話。そうあとね、あのねメモってんだけど、たまになんかわけわかんないメモもあるんだよね、わけわかんない、あそうそうそう、あそう今 AB 型ってメモってあって気づいたんだけどさ、なんかほらあずちゃんとメナとあゆぴが AB 型で、なんかずっとあの普通にレッスンの合間とかに AB 型ってこうだよねわかるみたいな、そうなるよねわかる、変人だよね私たちみたいなこと言ってたんだけどさ、私さあの言わなかったんだけど本人には、だから今誰も見てないって思って言っちゃうんだけどさ、それって AB 型関係なくないって私思うのよいやだって私もねちょっと自分変な自覚あるのよ、ちょっと自分変人な自覚あってさ、私もわかるのよ、その AB 型ってこうだよねわかるっていう会話私も入らないけど、私もわかるのよ、私 B 型、私 B 型だけどわかるのよ、え、だからあれ単純にさ変な人で分かり合ってるだけじゃないってそう思って実はね思ってんのよ、ずっと割とずっと思って、なんかうちは AB 型だからって言ってるけど、いやそれ普通に変な人なだけじゃないってC で C 絶対言っちゃダメだよそういうのダメよ言っちゃうそうそう だからエピは見るよともう一個用意してって言ってたの、そういうことちょっと変人とか言わないで、ちょっとですよ、そう AB は A と B 両方持ち合わせてるから AB なのさ、あまあね、まあそれはそうなんだけど、そうそう AB 型だからうんぬんじゃなくて普通に変な人っていうくくりじゃないそれって思ってちょっと言ったら怒られそうだから言わなかったけどそう私もね分かるんだよね、その話がめっちゃ飛ぶとかさ、なんかその連想ゲームめっちゃしちゃう脳内でみたいな、分かるのよ私もそうなのよ、でも私 B 型なのよってことはシンプルに変な人の特徴なんだなって思ってAB 型関係ないっていうね、そうそう家というふりじゃない、違う違う本当にやめて、これで誰か見てたら泣いちゃうそう AB 型でのが隠れ身のってそうだから本当にみんな私のことやばいって言えないから、本当にこれはマジ、これはマジよ、むしろ私よりみんなの方が変だよそうそう AB は変人多いイメージだけど細かいところ言うと誰でもそう、あまあね、そうまあ人間誰しも多かれ少なかれ変人っちゃ変人なんですよ、割と常識人なんていう人種いないと思ってる私、みんな変
そうそう、エビが変なんじゃなくて変な人にエビが多い。そういうこと、そういうこと、そういうこと。そういうこと。私のね、今までの知り合いの AB 型もみんなちょっと変だもん。でもそう、それって別になんかね、あの AB だからってわけじゃなくて普通に変なんだと思ういますっていう話で。そう、なんか人間が多かれ少なかれ誰しもちょっとは変じゃん。その変部分がちょっと目立っちゃうだけでっていうことですよ。まあでもそう、あのね、アイドルのオーディションを受ける人に変じゃない人って割といないと思うんだ。私めっちゃなんかね、極論みたいなこと言っちゃうけど、アイドルになりたいっていう人で変じゃない人ってあんまりいないと思う。そうそう、単純に変人の集まりって、まあそう、そういうこと、そういうこと。多かれ少なかれ人生みんな変。人類みんな変です。そう、そういうこと、そういうこと。ハリキュンのエピソードが一番ヤバそうになりました。まあでもハリキュンも結構ね、自由奔放だよね。そう、ハリキュンを一言で表すなら自由奔放って感じ。本当に自由、あの子一人。本当ね、あのアツちゃんが言ってた意味がそのうちわかると思う。本当に一人で騒いで、一人で好奇心旺盛なのよ。一人で突っ込んでって一人でギャーギャー言ってる。そうそう、みんな変。そう、普通って何やろって、そういうこと。普通って何って聞かれて答える人いないでしょ。そういうことよ。割とみんな多から少なから変人ちゃ変人なのよ。そう、アイドルになりたい人たちはどこか違う。そう、そう、アイドルになりたいなんていう時点でね、もうね、変じゃないのよ、ことはないのよ。アイドルイコール変人、私もさんも変人。いやいや、これ私が言っていいのか分かんないけど、変人じゃないですか。そう、そこが可愛いっていうあれなのよ、そういうこと。それはこの子の、あ、そう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 、そういうこと。あのハルキュンは子供なんよ。本当にあのー、キャーって言ってキャーっていう感じ。表現が難しいんだけど、あのね、多分そのうちなんか YouTube かなんかに上がるんじゃないかな。ほんとだんだんね、メンバーの素が分かるものがね、いろいろね、用意されてますよ今。そう、そうなのよ。ちょっとメモをね、続きまして読むんですけど、待って、もうこれ分かんない。私夢って書いてあるんだけどさ、な、何の話だろう。夢って何の話なんだろう。あ、あとそう、 なんか誰のエピソードか忘れたんだけど、あの漫画読めないっていう話をしてて、スーが、私も漫画読めないのよ。そう、私もね、漫画、まあ、読めないわけじゃないけど、よ、なんか頭の中でつながっていかないの。あのスーと違って読み方は知ってるよ。読む順番はさすがに知ってるんですけど、なんかね、特にね、アクションものがね、ダメなのよ私。漫画、アクションもの漫画がなんかね、絵で、私文章しか読まん、文字しか入ってこないのよ。効果音とか絵とかあんまり入ってこなくて、だから漫画読めないの。そう、ハリくんとほーちゃんさんは子供のだけ。いや、そこが可愛いんですよね。 そこが可愛い、石輪のままでいてほしい。夢、いや、あの普通に夢です、夢、ただの夢。私の名前じゃなくて普通に夢って書いてある、よくわかんないね。そう、でも漫画読めない人結構いると思う。私もね、読めないの。だからなんかブログかなんかで言ったんですけど、私最近あのヒロアカ、僕のヒーローアカデミアっていうものにすごくハマってるんですけど、漫画なんですよ。漫画がアニメになって、私アニメを見てハマったんですよ。でアニメって途中で終わってるじゃないですか。だからその続きを読みたくて漫画をね、こう読み漁ったんですよ、続きを。でもさ、やっぱアニメだとすぐこう映像でさ、パッて入ってくるんだけどさ、漫画だと入ってこなくて、だから戦闘シーン多いからさ、何がどうなってるのか分かんないのよ。だからね、早く全部アニメ化してほしい。贅沢言うなって話。そう、小回りが2ページにまたがるのに、いや、もうなんか全体的に私無理。あのアクション系が、だから恋愛漫画とかは分かるのよ割とね、そんなに激しくないから動きがさ。でもアクションって激しいじゃん。多分ね、私ちっちゃい時漫画あんまり読まないでみたいな家で育ったから、そう、だから本しか読んでこなかったから、多分単純に慣れてないだけなんだけど、そう。でもね、ほんと漫画読めないのよっていう話。そう、漫画好きそうなの以外、まあ、あの嫌いじゃない、好き、あのアニメが好きだから、アニメを先に見て、でその原作の漫画を読むことが多い、多いってかそればっかだね。
そう、スーミンは夢をきちんと持ってる的な話、あでもそうかも、真面目に話してた時に書いたのかもしれないでも忘れてるっていうねそうそう、アクション漫画は確かにアニメの方が分かりやすい、本当にそうだから、ヒロアカは早く動きが来てほしいですヒロアカ読みづらい方なんだ、私それ本当だから、私ヒロアカにハマって初めてあのジャンプを読みました初めてジャンプ読んだ、なんか友達にジャンプめっちゃ好きな子がいて毎週買ってるみたいな子だから、あの私追いつきたくて、本誌に追いつきたくて、ヒロアカどうしても友達の家行って、あの全あのジャンプの全巻ヒロアカのとこだけ読んで追いつきました、本誌に。最近は毎週ジャンププラスのアプリで買って読んでます真面目な話が忘れちゃう、そういうことそうそう、小説なら寸業の内容が漫画だと一話分になったりする、そうそういうこと、そういうこと、なんかね、私無意識のうちに文章だけ追っちゃうのよ、だ文章だけ読んでるから繋がんないのだからそう、あの小説のセリフの部分だけ読んでるみたいな感じになっちゃって、その行間を読めないからさ、ダメなんだよね、伝わってこなくて、だから早くアニメ化してほしいですそう、何作品か読んだらすぐになれそう、そうかな、今ヒロアカしか読んでないからダメなのかな、せっかくジャンププラスさ定期購読してるんだから全部読めよって話だよね全部読めよってな、そうそう、ドラゴンボールとか世代だけど漫画で見たことない、そうなんだ、あでもね、あのワンピースずっとアニメやってるじゃないですか、今もやってるのかな、わかんない、私が小学生ぐらいの時にアニメやってたんですけど、私本当に血出るのダメなのよ、たとえそれがアニメであろうが、まあ、ちょっとぐらいヒロアカなら許す、ヒロアカがギリギリラインって感じ、鬼滅とか絶対無理、ヒロアカがギリギリラインで、それ以上何あの血が出るもの見れないんですよ、だからワンピース見れないの、無理なのよ、だからアニメで無理だから多分漫画も無理なんかいつだか友達に何だっけ、ヤックネバをあのネットフリで見れるから見てって友達に言われておすすめされてみたんですけど、なんか1話でもう無理でもう無理なのよ、もう無理、あのヒロアカがギリ私のボーダーライン、あれよりグロいの無理です、そう、オタクならスラムダンクを読んでほしい、スラムダンクってさ確かさスポーツのあれだよね、血出ない、血出ないなら考えます血出ないなら考えますよ、そうそう、血が出る小説、小説はギリセーフ、あんまりでもだから私サスペンス読めない、サスペンス医療系読めないです、そうちょっと無理、あとホラーも無理だからね、あの小説だったら辻村瑞希さんがボーダーライン、あれより、あ辻村瑞希さんでもたまに読めないのあるもんミステリーに傾いてる辻村瑞希さんの本はちょっと読めないです、結構ビビり内容、そう、あバスケ漫画やっぱり進撃の巨人は絶対無理、あのね、そう私がこういうタイプだって知ってる友達が結構いろんなあのアニメとかおすすめしてくれるんだけど、進撃の巨人好きなんですよその子が、でへーみたいな、私もちょっと見てみようかなみたいな言ったら絶対見ない方がいいよって言われて絶対見ない方がいいって言われたから見ない方がいいんだと思う、そうそう、血が無理でも献血とかしたことないですね、なんならあの採血されたことも何回かあるんですけど、こうやってるもん私、ここで血取られてる、いやもう絶対見たくないからこうやって注射と予防接種とかもこうやってあの点滴の管とかも見れないの、点滴の管刺してるとこも見れないし、点滴のこの自分のとこに刺さってるのも見れない点滴のここに刺さるやん、もうそれも見れなくてこうやってそう、アンビはゆめさんが生まれる前からやってるのが、あそうなのかな、わかんないなんかめっちゃさ新メンバーの LINE グループがさにぎわっててさ、さっきからずっとポンポンポンってね通知くんのよなんだろうな、スラムダンク最初の方は血出てる、まあでもあれスポーツ漫画ならいけるかもしれない、かもわかんない、働く細胞も無理ですか、血そのものの話、あ働く細胞は私読んだことあります、いける、あれはいける、なんか生物の先生がね、あの私が生物全然覚えられなくてあの困ってたらあの働く細胞貸してくれて3巻ぐらいまで読みました、あれ普通に面白い、普通に面白い、なんだっけ白血球だちゃん、なんか帽子かぶった可愛い子いるじゃないですかなんか普通になんか働く細胞一瞬なんかすごい人気出てバズった時あったじゃないですか、普通にその前にの生物の先生に教えてもらってて
なんか3巻ぐらいまで生物の先生がね、そう生物の先生職員室にずっと働く細胞を置いてて、あの分かんないって泣きつきに来た生徒に貸してるんですよいつも。今もやってんだと思う多分それで貸してもらってね、そうテスト範囲のとこだけ読んでみたいな。そうそうそれでアイドルに定着したのか。まあそう、平和が一番天敵のくらいに血が戻るの、見れない見れない、本当に無理。そもそもの天敵が落ちてるのも見れないんだもん絶対見れない。もうこうやってこうなっちゃう、こうなっちゃう配給とかスポーツ系の話なの。あ、そうそう、なんか配給ね、あのずっとね、いつか見よういつか見ようって思ってまだ見てないそういうのある。変身って言うなって LINE 来てるんじゃないそうかも。それもなんかちょっと喧嘩、あ喧嘩するんだ、ちょっと平和がいいなぁ。ヒロアカ好きっつっといて平和がいいなってなんだよって話だけどさでもそのヒロアカも私平和なシーンが一番好きな、なんか文化祭やってるシーンがあるんですけど、ヒロアカの中であれが一番好きなの。平和なところがいい、まあ多少戦ってもいいけど平和でいてほしいなってそうそう、あ決勝版ちゃんだ、その子だ働く細胞でもロリ押しなのかそういうことはないのなるべくしてドローってなった。そうそうそう、平和が一番だからね。そうネトフリで未調のマイリストが溜まってくの分かる、めっちゃ分かるよ、めっちゃ分かる。私も今そう、でもなんか最近ちょっと忙しくなっちゃってさ、そうネトフリでこれから見ようって思ってて、ネトフリとアマゾンプライム両方入ってるんですけど、あの見ようと思ってまだ見てないやつがいっぱいあってですね、とっても見たいですね私ね、一回見始めたら止まんない人なの、マジで全部一気見したい人なのよ。だから見始めちゃいけないの見始めたら最後やることあろうがなんだろうが全部見ちゃうから、見始めちゃいけないって思って今全然見れてないの。そうこの間父親、あのファミリー契約なんですよ、だから一人解約したら全員解約するタイプで、もうなんか最近みんな見てないから解約していいみたいな言い始めて、いやでも見たいのはいっぱいある、でも見る暇ないっつって、だからもうちょっと契約しててお願いっつって青ハライトからラブコメ系読んでみてほしい。あのラブコメ系、これこの間ユッカと分かち合ったんですけど、あのフルーツバスケットっていう、あの私たちの世代ではないんですよ、私の世代じゃないんだけど最近アニメやってて、フルーツバスケットっていう少女漫画がめちゃめちゃ好き、マジで好きマジで好き。さてそろそろ明日のお家的な話を本当脱線しまくりだね。そもそもだって私話すことまだいっぱいあるのに。そうおうち的ね、楽しみなんだよね、めっちゃ楽しみなの早くあの書きたい、早く書きたいそうエヴァンゲリオンダメなんだ、うーん多分ダメだろうなって思って見たことないんだけど、やっぱダメなんだ一気見するぜなのよ、わかります。やっぱそうだよね、そうフルバー、そうフルバーがマジでね一番好き、うん、いや一番好きって私めっちゃいろんなとこで言ってるから絶対一番じゃないんだけどマジであの私あんまりねラブコメなんかなんていうの、あんまり過激じゃないアクションが一番好きなのよ。そうあんまり過激じゃないアクションが一番好きで、だからそれこそヒロアカぐらいが一番いいのよ、血出ない程度のアクションだから、あのそうそういうのが好きなんだけど、あのプリキュアとかね、そうプリキュアレベルの戦いに教えてほしい、ずっとそう過激な戦いは嫌なんだけど、プリキュアレベルの戦いはめっちゃ好きなの。そうだからあんまりその恋愛系もねあんまり見ないんだけど、あのフルバーはマジで神マジで神、本当に神だよフルバーは。めっちゃなんていうの、普通にね私そうなんか恋愛漫画であんまりキュンキュンを求めてなくて、ときめきを求めてるっていうより、なんかねこうなりたいなって思うのよ。だからあの何、女の子に感情移入してるんじゃなくて男の子に感情移入してるのよあのフルバにあのゆきくんっていうめっちゃ完璧王子様みたいな子がいるんですけど、私その子がめっちゃ好きで、あのそうなりたいんですよ、その子にときめくんじゃなくてその子になりたいんです、私ゆきくんになりたいんですよゆきくんにときめいてるんじゃなくてゆきくんになりたいの独特なのよ少女漫画のね読み方が、感情移入の仕方が独特なのよ話すことラインナップのタイトルだけ教えといてほしい。あでも割ともう終わってますね、あ割ともう終わってるわ、うん、終わってる終わってる
結構やばい発言かな結構やばいかなそう、中身、私中身おじさんだと思ってる自分でも割とね間違えて女の子に生まれちゃったおじさんじゃないと嫌って言ったら私がめっちゃ矛盾してるからさおしまししないでって私が言ったらめっちゃね、あのバッシング食らうからおめえはどうなんだって話だからさ、私あの単押しに何、私だけ押してって言えない人ハスだから全員の顔かと考えたけど、おしめんの増やした、まあでもね、そうそう、その方がいい、下手に欲張るよりおしめんのを増やした方がいいですよ説法配信あれ地図持ってこないと、地図犯人信用が効果ですか、いやそれはさすがにないですね。そうそう、カルマを捨てよう的な意味、ああ確かにね、でも捨てれたら損し、損、何、捨てれるもんなのっていう話よねのびさんに聞いてみましょう、確かにそうね、聞けるからね、頑張ればにきちゃんは残るんですよ、借りはないような、ないのかな、なんかどっかで残るって聞いてる気がするんだけど、気のせいだったかもしれない、気のせいだったかもカルマが死んでも無限連鎖するものなので、そこからの下脱は人間から離れるみたいな意味か、おーすごいすごい、めっちゃすごい教えてくれるえ、じゃあ人間やめちゃうってこと、でもそうだよね、下脱したら人間じゃなくなるんだもんやばいじゃん、人間じゃなくなっちゃった、ハッピーネイキッド深いわそう、ハッピーネイキッドの歌詞の中になんかね、もう一個ねちょっとよくわかんないのがあって、あと剥がすガラクタのメトリーがみんなわかんなくて、それもね確かね、あのミストモさんにわざわざ LINE で聞いた気がする、だからメイナがわかんないと歌えないって言い始めてそう、わかんないと歌えないよって言ってミストモさんにわざわざ聞いてもらった気がする、めっちゃ今セイナ、あの今アップが新メン、あの通知が来てね、アップが新メンセイナ爆笑ってね今ね通知が来てね、何の話してんだろう、めっちゃ気になるな、そう今までショールームで落ちて機会だったから、 YouTube は初めてだからどう、え、そう YouTube のやり方わかんないんだよね、なんかさっき解説みたいな来てたけどよくわかんなかった、社長が公式で今回は残りますっていうのを見た、私も見た気がするの、そうだから残るんじゃない人間やめる、そうより人間を超越した存在になっちゃうよ、そう下脱したらそうなっちゃうそんな気持ちで歌ってた、そう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 、そうなんかあのウェーナーは結構あの歌詞の意味が分かんないと歌えない子だし、歌えないタイプらしくて、だから剥がすガラクタのメトリーが分からないってオーディションの時から言ってたの、そうメトリーだ、メトリーが分かんないじゃんっていう、そう話、そうプロレスはショールームだから残らない、あでもそうだよね、ショールーム残せないよね楽しそうな通知、そうそうそう、さっきからめっちゃポンポン言って、なんかね多分お持ち機会の話してるんだけど、なんかところどころ面白い、なんかねところどころなんか爆笑とかさ出てくるから、なんかさっきもなんかプリキュアって文字が見えた気がするのよ、え何の話してるんだろうマジでさっきねプリキュアって見えた気がするんだよね、気のせいかな後でちゃんと見てみようそうそう、人間からオタになる、あオタクってオタクって人間じゃなかったのかな、下脱したらオタクになるの、やばくない、公式ツイではアーカイブと書いてますね、やっぱアーカイブ残るんだ、階段を駆け上がる音聞こえた今、確かに聞こえたかも私そう、私とうちの弟ね階段をめっちゃドタバタ登るタイプなんですよ階段ドタ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 って登るタイプなんよだからめっちゃうるさいの、静かにできないのよ、ほんと声もでかいし静かにできないの、私割と家だとまさもうさらに静かにできないの、もう配信見ててわかるでしょ、静かにできないのよそうプリキュア好きはやっぱオタクやなプリキュアね、私プリキュア割と小学5年生ぐらいまで見ててさ、密かにヒロアカからプリキュア、あそっかさっきプリキュアの話したね、そういえばよいしょ、ああ違うとこずらしちゃった、もうさっきから通知を頑張ってね、上にペペペってやってるの、この間の戦場カップから4つ目に上げてたから、今回からショールームでもアーカイブ残すようにしたのかな、あ
そうかもね。あ、そっかそっか、戦場過去借りはショールームか。まあショールームもね、録画すればいけるよね。そろそろやめないとまたお父様が登場する。あれ、そんな時間ですか。え、あ、びっくりした、びっくりした、今一瞬時計が読めなかった一瞬時計が読めなかった、今もう11時50分なのかと思って超焦ったら違ったわ。さすがに違ったわ、時計が読めなかった11時になったらやめますね。そう、一応ね、うちのね、取り決めとしてね、そう、あの前から私結構あの昔から友達と夜中までこんな感じで喋り倒す電話をやって怒られてたんですよ。で、あの12時までっていう約束があったんですよ。だからこの間の配信は普通に父親があの約束を破っただけあのあとマジでやめてって、私ね、父親とちょっと喧嘩したんだよねそうそう録画するとか言わないアナログ時計になれましたか。いや、ね、私別にそんな時計読めないってキャラじゃなかったはずなんだけど、今読めなくてびっくりしちゃった敵配信は借り物つべになる。あー、そうなんだ、やっぱそうだよね。でもなんか残るの嫌じゃない、嫌じゃないっていうか、何、ショールームって結構何も考えないで喋ってるからさいや、ちゃんとチェキ、落ち着き系の時はちゃんと喋りますね、じゃあ割とこういうショールームマジでね、あのね、何も考えないで喋ってるからさ、本当に本音しか言ってないからこれアーカイブ残ったらちょっと恥ずかしいなそう、怒られちゃったの、この間そう喧嘩したの、そうだって、そうあの0時までって約束だから、あのでどうせ配信何0時ぐらいにはやめてくださいって言われてるから、0時でどうせやめる予定だったから、結構まあもう声もでかかった、まあ私も声でかかったんだけど、そういうことよ喧嘩は大体両成敗だから、そういうことなんだけどむしろこんな面白いものしっかり残してた方が、何面白いってさこれ普通になんか友達との電話もこういうテンションなのよ、私いつも流血の喧嘩はしてないですね、普通に口喧嘩ですねマジでさ焦ったよね父乱入みたいな喧嘩するときは大きい声出したりしないですね、私大きい声出さない、まああんまり人と喧嘩しないんだけどね、そもそも私嫌なこと寝たら忘れるタイプだからさ、あんまり人と喧嘩とかしないんだけど、え、どうなんだろう、私喧嘩もあんまりした記憶がないな、喧嘩という喧嘩をした記憶がない。あ、でも割とあの論破するタイプ、え、それってさこうこうこうだから違くない、イライラみたいな割と論破タイプですね、そう分かったから面白かったそんなこと言ってたっけ、なんかもう必死すぎて何を言ったか覚えてないんだよねニキさんも何日かしたら配信アーカイブ消して、あ、消してんだ、そうなんだ恥ずかしいもんだぜ、ずっと残るのは恥ずかしいもんそう、論破するタイプ、私割とねリズメしていくタイプなんですよなんかあんまり私その何、その基本自分が何か言われても寝ったら忘れるからあんまり怒んないんだけど、あの友達がさ、あの誹謗中傷されてたりとかするとちょっとあのプチッと切れちゃう時があってなんか高校の時ね、何回かねそれでねやばい、これ以上言ったら黒歴史になるから言うのやめとこうかなあの高校の時に何回かクラスの男子とガチバトったことがあるそう、リズムで恥ずかしいそう、なんか切れるっていうか、まあ切れてるんだけどさ、なんかさ、なんていうの、え、でもさ、お前昨日こう言ったやんみたいなえ、あんたこうやって言ってるけど、でもさ、それってこういうことじゃんみたいなめっちゃだから過去の発言とかめっちゃさ、そう、あの根に持つのよ、そういう時だけ、そういう時だけ根に持つ女だから、あの過去の発言とか引っ張り出してきてさ、え、でもお前この間こうやってたよね、お前この間こう言ってたってことはこうこうこうしてくれるってことなんだよねねとか言ってめっちゃ論破みたいなそう、オタクとしては推しのものは何でも残してほしい、まあそんな気持ちはわかる
その気持ちはわかるけど恥ずかしいっちゃ恥ずかしい。スケバン疑惑って。そうでもなんか私そうやってたまにさ急に切れるからさ、元ヤンっていじられてた。全然元ヤンじゃない、それどころか陰キャだったのに。高校の時元ヤンってちょっといじられてた。やめときなさいってやめときます。もう言わないでおく。そう、あ、そう厄介系ですね。そう。そうなのよ。結構ね、そうなんかしかも別に切れることもなんかねそんなに重大なことじゃないみたいな。そこそんな気にするってね多分周りの人思ってたと思う。そこそんな気にするかみたいなことでなんか一人で切れてる女みたいな。そうそう。将来彼氏とか旦那にはそういうこと絶対言っちゃダメだ。私言っちゃうと思う。誰にでも言っちゃうもん割と。アプガで口喧嘩したら優勝だねって。どうなんだろう。でも私なんかさ基本なんか喧嘩したくないのよ。人と喧嘩したくないの。喧嘩したくないけどでも自分が正しいって思ったら絶対曲げたくないから。厄介でしょ。厄介なのよ。あのね厄介なの。過激派の、こういうところが過激派なのよ。だからね親にもね、あのね、あんたはだってさサソリ座でヘビー年で B 型でしょみたいな、もう過激じゃんみたいな、もう昔から言われてる。そう、だからあんまり喧嘩したくない人なんだけどでも頑固だから曲げられないの自分の意見を。誰に何と言われようが私が正しいって思ったらそれは正しいんだって結構言い張っちゃう人なのよ。融通聞かないのね。よくないんだよ。相手が切り散らかすパターンになりそうだから気をつけよう。そうそうそうなの。そうなのよ。なんかだから結構だから正論に言われると割とああそっかって納得する時はあるんだけど、あの自分が正しいって思い込んじゃったらもうその正しいを覆してくれる人がいない限り私は一生ね根に持ち続けるのよ。そのうち山田さん論破しとって、まあでもそう、あのどれだけ偉い人でもあの何筋が通ってないって思ったら反論しちゃうの。本当よくないよね。本当よくないです。オタクが切れるスイッチが一般人と違うのは事実。確かに。納得しちゃった。なんかその言葉で全て納得できちゃった今。オタク陰キャ元ヤン吹奏楽系吹奏楽ん体育会系吹奏楽部キャラが大集大。確かに。そうしかも私引きこもりだしね。そう。しかも引きこもりっていうね。もうねキャラが大集大本当にそれなのよ。そうなんかでもなんかそういう時ありません？なんかこれだけはどうしても許せないみたいな時ありません？ないですか？あないですか？ないのかな？私はあるのよ。どうしても許せないみたいな、なんか具体的にないって言われたらあんまり思い浮かばないんだけど、これだけは許せんみたいな。そう例えばねあの私中学校の時に結構悪めの友達がいたのよ。そう私ね結構治安悪めの友達多いのよ。なんか治安悪い友達に好かれがちなの。でその治安悪い友達と程よく付き合っていくタイプなのよ。だからその治安悪い友達があのゴミをポイ捨てしたのよ道に。でそれに私怒ってあの友達とガチ喧嘩して、そのそれっきり一回も会ってない友達がいます。そうあないんだ、みんなないんだ。私そうゴミもポイ捨てが許せなくて、そうその子とガチ切れして喧嘩して、結局私がその子も頑固だから全部拾わなくて、だから私がその友達がポイ捨てしたやつを全部拾って家に持って帰り、その後その友達と一度も会ってないっていうね。メンバーカラー決めも切れるかと思った。いやまああれはね、まあなんていうの、結構さ割とさアップガって理不尽なことをアップガだからって言ってごまかすとこあるじゃん。なんかアップガだからって言われると何も言えないのよ正直。アップガだからって言われると何も言えなくない？引きこもり般若心経をツインテールオタク。確かに大渋滞だね。そう治安悪い友達の論理武装担当。いやそうそう、そうだから治安悪い友達と仲良くなるんだけど、でも酒飲み始めたりとかすると「あ私いいです」っつって帰るみたいな。そう、あそうじゃんけんの意味ないじゃんって思ったけど、もうしょうがない。そうアップガだからって言われたら何も言えないからさ。そ
その友達の家にゴミ投げればよかったので、いやそこまで過激派じゃない、さすがにそこまで過激派じゃないですよそう、治安悪い友達とね正面からぶつかっちゃうんですよね。そうそしてここだけは譲れないっていう許せないところがあって、そこで喧嘩して喧嘩別れするっていうねやば、もう11時になっちゃった。ちょっと話足りないな、でもちょっと今日はやめとくわ。この間それで怒られたからさこれでもうちょっともうちょっととか言って伸ばしてまた怒られるのはちょっと嫌だからそろそろやめるわそろそろやめるね。ちょっと今なんかまた新メンバーの LINE も盛り上がってるところだし、私もそろそろ合流しますって感じで。それではランキングを読みますね。そう、この間ランキング読まないでやめちゃってさ、ごめんなさいねいきます。13位がいきなり噛んだわちょっと今日乾燥してるから、部屋が乾燥しててさ、ちょっとろれつが回らないっていうか声がガサガサなんですよね。そう13位熊吉さん、ありがとうございます。そして12位がアローさん、ありがとうございます。11位アキカンさん、ありがとうございます。そして10位がブラボーさん、ありがとうございます。めっちゃさ、新メンバーから一生 LINE 来てんだけど、めっちゃもう通知がすごいのどこまで読んだか分かんなくなっちゃった。9位だ、そう、9位はテタンヌさん、ありがとうございます。そして8位がスニルさん、ありがとうございます。そして7位マサルさん、ありがとうございます。そして6位が3分のヒーローキーさん、あれなんかひらがなになりましたねありがとうございます。そして5位がユウスケさん、ありがとうございます。そして4位がナベさん、ありがとうございます。そして3位がハローさんハローが読めないっていうね、一瞬ね、ごめんなさいハローさん、ありがとうございます。そして2位がギボーンさん、ありがとうございます。そして1位が星 P さん、ありがとうございます。よいしょ怒られるコーナーまだじゃないよ、今日はもう怒られないよ怒られないから、もう怒られないからそう、あと今日ね、私ね、全然いつもより化粧薄いんですけど、いつもよりちょっと顔面漏れてんなって思いながら配信してました何の話だよって話なんだけど、てか今日も結局さ、そう、結局話したいこと最後までいかないのよ。結局ね、もう分かりきってた分かりきってた。そう、私さ、いつか真面目に配信したいのよ。真面目に話す配信をいつかしたいんだけど、一生できる気しやんのよ一生できないと思ういつかいつか真面目な話をしたい、多分無理っていう。そう、明日の時期よろしくって、よろしくお願いします。確かに漏れてる、そう、今日漏れてるよね時間が足りない。そう、だから今日ね、ちょっと早い時間からやろうって思ってたんだけど、ニキさんがそうやるの忘れてて、そう、だからもう化粧して準備満タン、さあ配信するぞってところで、ニキさんが配信することを思い出して、あ、無理だと思って頑張って耐えたんですよ。そうよし、そろそろ本題国で、もうほんとそのノリなのよ、そのノリなの、ほんと一人暮らしだったら絶対あと1時間やってたでもそう、あの、また今度にしますね一生終われないんで、マジで、そう、一生終われないんでそう、 うちらがコメントしないことが前提なのよ。そうなのよ、私すぐコメント拾ってすぐオタク話にさ花咲かせちゃうからよくないのよ今日だって本当はだってさ、スーのさ配信についてもっと喋るつもりだったのにな、おかしいなって感じそう、耐えること覚えたの偉い。いや、ほんとほんとそう、最近めっちゃね、あのね、上手くなったの耐えるのが上手くなったそう、あ、60トライブまだ聞いてないんです。でも私、あの、タイムフリー聞けるからこの後聞こうって思って、ちょっとさすがにね、あの、誕生日配信聞きながらラジオがね、あの、レベル高かったわ、ちょっと無理だったというわけで今日はこれで終わりにしますね。それではまた明日はできるか知らないけどあ、でも明日多分できる、明日多分ね、どっかのタイミングでやります。明日も多分夜やりますそう、もしかして例のオンライントーク会も明日なんですか。そうですそうなんです、詳しくは明日また言いますねそれではおやすみなさい、バイバーイ。